習慣は脳の働きによって生まれ、その脳に多大な影響を与える諸刃の剣です。脳にとっていい習慣を身につけることができれば、人は自らの人生を劇的に好転させることができるでしょう。こんにちは、本解説チャンネルのサメです。今回は苫米地秀人さんが書かれた、いい習慣が脳を変える、健康、仕事、お金、IQ、すべて手に入るという本を解説します。この本はこんなあなたにおすすめです。習慣の本質を知りたい、いい習慣の身につけ方を知りたい、そんな方におすすめの本です。習慣というキーワードは最近よく聞きますよね。勉強習慣、運動習慣、健康習慣、お金の習慣、様々な良いとされる習慣がありますが、この中で本当にあなたにとっていい習慣はどのくらいあるでしょうか。また身につけたいと思った習慣が結局身につかないままになっているという人も多いと思います。本書ではいい習慣をしっかりと身につける方法が述べられています。そのキーワードとなるのが脳です。それでは早速紹介していきます。というわけで、いつも通り最初にこの動画の結論を言っておきます。結論、人間の日々の習慣を決定づけているのは脳である。実際の行動を変えるには根本にある考え方、信念にアプローチする必要がある。というわけで、この動画では1、習慣とは何か、2、いい習慣を身につける方法、3、脳を変えるいい習慣という順番で解説していきますので、ぜひお楽しみください。1、習慣とは何か。この章では習慣とは何かというテーマについて、本書から2つのポイントをピックアップして解説していきます。解説するのは、習慣にはハビットとアティチュードの2種類がある。行動の習慣から考え方の習慣を植え付けるという2つのポイントです。ではそれぞれ掘り下げていきます。まず1つ目のポイント、習慣にはハビットとアティチュードの2種類がある。私たちの習慣には2種類、ハビットとアティチュードがあるんだと言います。習慣という言葉にはこの2つの意味を混じって使われています。ハビットとは無意識の癖を含む行動の傾向のことです。例えば毎朝歯を磨く、顔を洗うというようなことです。大抵それらは習慣と訳されます。一方のアティチュードというのは物事に対する考え方を意味します。ハビットもアティチュードも本質的には同じような意味を指しますが、必ずしもこの2つがいつも合致するとは限りません。例えば非常にデリケートな話ではあるのですが、現在のアメリカでは人種差別が禁じられています。ただ心の底では黒人のことが嫌いだという差別意識を持った白人が中にはいることも確かです。ここでいう差別意識がアティチュードにあたるものです。実際には禁止されているので行動には現れず、ハビットにはなっていませんが、考え方、すなわちアティチュードとしてはあるというような状態です。アティチュードは考え方の話なので、行動を伴う場合と伴わない場合があるわけです。もちろん考え方と結びついた行動の習慣は強固なものになります。一例として、朝歯を磨くという行動習慣を考えてみましょう。大抵どの人でも口の中を清潔にしておくのはいいことだという考え方を持っています。しかし朝歯を磨くという習慣は、朝食前に磨く人、朝食後に磨く人などその行動は分かれます。朝食前に歯を磨くことの理由は、夜寝ている間に口内では雑菌が繁殖するので、その雑菌を飲み込まないように起きたらすぐ歯を磨くというもの。朝食後に歯を磨くことの理由は、食べたもののカスが歯につき虫歯になることを防ぐために歯を磨くというものです。つまり両方とも理由があるわけです。ここで健康維持のためには常に口内の清潔さを保つべきだという考え方があれば、本当は朝起きてすぐと朝食後すぐの2回歯を磨くということが正しい行動習慣になるということです。しかし多くの人はどちらか1回でしょう。これは朝歯を磨くという行動習慣についてそれほど厳密な考え方、アティチュードを持っているわけではないということから来ています。行動の習慣ハビットと考え方の習慣アティチュードに共通しているのは、両方とも脳内でできているパターンだということです。アティチュードの方は少し抽象的な性質が大きく、ハビットは具体的な行動まで伴っているパターンです。人間の脳内でそれらがどのように働いているのかを説明すると、まずその人の最も根本である信念に基づいて考え方の習慣が生まれます。それが行動に移り、繰り返されていくうちに行動習慣になっていくんです。考え方と行動とが一体になって習慣化すると非常に強固な習慣となります。では続いて2つ目のポイント、行動の習慣から考え方の習慣を植え付ける。習慣が変わる際の例として一つ面白い話を紹介します。行動習慣のハビットの方を変えると考え方の習慣アティチュードも自動的に変わることがあるという話です。有名な心理学の実験として、アメリカのスタンフォード大学で行われた
監獄実験があります。この実験では被験者を刑務所の看守役と囚人役のそれぞれの役にグループ分けをします。そしてその関係を続けさせたところ、最初は単なる役であったはずでしたが、そのうち本当に自分が看守だ囚人だというようなアティチュードが芽生えたのです。結果、本物の従属関係が生まれてしまいました。これはつまりハビットがもともと存在しなかったアティチュードを作ったということです。実は日本の多くの学校でやっていることはこれに近いものがあります。先生が前へ習えと号令をかければ、生徒はそれに習わなければなりません。進めと言えば進み、止まれと言えば止まれなければなりません。子供たちは自分の頭で考えることなく行動します。これはすなわち言われたことに疑問を持つことなく従うというハビットを定着させる行為です。ハビットを定着させてしまうことで、先生の言うことを素直に聞く子イコールいい子というアティチュードを植え付けていくわけです。これはすなわち権力者の言うことをよく聞く人間を作っていくというところで、一種の洗脳であると著者は言っています。行動の強制にはこういった危うい要素があることを覚えておきましょう。ではここまでで一章の内容をまとめます。この章では習慣とは何かというテーマについて2つのポイント、習慣にはハビットとアティチュードの2種類がある、行動の習慣から考え方の習慣を植え付けるという2つのポイントについて解説しました。では続いて2、いい習慣を身につける方法。この章ではいい習慣を身につける方法というテーマについて本書から2つのポイントをピックアップして解説していきます。解説するのは、習慣は未来で獲得すべきもの、アサンプションアップデートという2つのポイントです。ではそれぞれ掘り下げていきます。まずポイントの1つ目、習慣は未来で獲得すべきもの。次は自分からいい習慣を身につけていくための話です。何がいい習慣なのかといえば、それは自身の人生の目標に合致する習慣ということになります。でもって人生の目標というのは皆それぞれが違うはずです。つまり人によっていい習慣というのは異なるわけです。いい習慣を身につけるためには常に自分に対して、この習慣を自らのゴールに合致したものであるかどうか問い続ける必要があります。ゴール設定を行い、アティチュードを作り、ハビットを作っていくという順番になるわけです。とは言っても、習慣、アティチュードやハビットというのは過去の経験から生まれるものではないのか、そう思う人もいるかもしれません。しかしこれは違うんだと著者は言います。正しくは、アティチュードやハビットは未来で起こすものなんだと言います。例えば好きな飲み物を思い浮かべることを考えてみましょう。飲んだことがないものを想像できる人はいないでしょう。想像できなければ考え方の習慣、アティチュードにはなりようがありません。著者は自身の例として、ドクターペッパーが好きだということに気づいたという話を挙げています。著者はアメリカに住んでいた子供の頃、ドクターペッパーをよく飲んでいたそうです。10代前半頃までは毎日のように飲んでいたとのことです。であればやはり習慣は過去の経験からできるのではないかと思ってしまうかもしれませんが、そうではありません。著者は子供時代を過ぎた後、ドクターペッパーを飲まなくなったそうです。しかしあるきっかけがありました。ドクターペッパーのヘビードリンカーであるおばあさんの記事をアメリカの新聞で読んだのです。それはドクターペッパーを毎日3缶も飲んでいる宣伝ガールみたいなおばあさんで、ドクターペッパーがスポンサーをしている野球の試合で始球式をやるというほどに有名になっているというのです。その記事を読み、著者はドクターペッパーが飲みたくなりました。しかし以前日本で飲んだドクターペッパーの味は口に合わなかったそうです。ですが実は少し調べてみると、日本で売られているものとアメリカの本物では味が違うということが分かりました。アメリカのドクターペッパーがアマゾンで売っていたので飲んでみたところ、これがとても美味しかったのだと言います。つまりこの時、一つのきっかけから新しいアティチュードが生まれたということです。多くの人が思い浮かべるアティチュードやハビットは過去の話です。しかし過去は重要ではありません。重要なのは、アティチュードやハビットは未来思考を持ち、自分自身で作るという点です。自分の人生をより良いものにしていきたいなら、過去から染みついた良くない習慣は変えて、いい習慣を身につけていく必要があります。自分のゴールをより良いものに少しずつ変えていきながら、それとともに生み出されるアティチュードやハビットを身につけるというのが、大きなゴールにたどり着く最大の方法です。では続いて2つ目のポイント、アサンプションアップデート。前の項目ではゴール設定が重要であるという話をしました。しかしきっと最初から何が正しいゴールなのかはわからないでしょう。ここで一つ大事なポイントがあります。初めのゴールは適当でいいということです。
とりあえず目指すべきゴールは自分の現状の外にある、これだけを認識することが大事です。そしてもう一つ重要なのはゴールを更新していくということです。常に今考えている自分のゴールは本当に自分のゴールなのかと問い続ける必要があるということです。ゴールは変えていいものなのです。まず適当でもいいのでゴールを決める。ゴールは更新し続けるものであると認識した上で、次にやることはゴールを達成するために必要なのは何かを考えることです。そして必要なのがアサンプション、推定です。そしてその推定も常にアップデートしていく必要があります。著者はこれをアサンプションアップデートと言っています。ゴール達成のための方法を推定し考える必要があるんです。もちろんゴールが変わっていけば達成のための方法も更新されていきます。達成するのに必要なことを考えたら、それに合わせて自分の行動の優先順位を決められるようになるわけです。自分のゴールを達成するためには何が必要か、これを考えて具体的に取る行動を決めていきます。ゴールがあり、推定があり、そのための行動があって行動の調整をする。それがスケジュールになるというわけです。常にゴールは変わりますし、そのために必要なものも変わっていきます。ですので、必ず常にアサンプションアップデートを行う必要があるんです。例えばビジネスの場面でも、それぞれの仕事の業界で永遠に同じ状況が続くなんてことはありません。業界の周囲、そしてその現状の外側をしっかり見極め、アサンプションアップデートをしないと取り残されてしまいます。アサンプションアップデートを上手に行えるようになるには、日々実際にやってみるということが必要です。例えば、試しに知らない街に行ってみるのもいいトレーニングになるでしょう。まず出発する前に〇〇駅を降りたら、タクシーはこうやって拾えばいいと予測する。実際に行ってみたらタクシー乗り場はないという状況に遭遇するかもしれません。自分が予測したことを現場を見てアサンプションアップデートしながら現実に合わせていくわけです。多くの人は普段予測をしていません。さらには現実も見てない人がいます。新しい場所に行くときは常に予測をする。それで実際に見て更新を行うというルーティンを無意識で行うことが大事です。何度も行っていくことでアサンプション、推定が当たる確率がどんどん増えていきます。それは思考のレベルを高める訓練にもなります。はい。というわけでここまでで2章の内容をまとめます。この章では、いい習慣を身につける方法というテーマについて、2つのポイント、習慣は未来で獲得すべきもの、アサンプションアップデートという2つのポイントについて解説しました。では続いて3、脳を変えるいい習慣。この章では、脳を変えるいい習慣というテーマについて、本書から2つのポイントをピックアップして解説していきます。解説するのは、大量の知識の習得には読書、暗記に使える脳の習性という2つのポイントです。ではそれぞれ掘り下げていきます。まずポイントの1つ目、大量の知識の習得には読書。思考のレベル、すなわち思考の抽象度を上げるには大量の知識が必要です。大量の知識をもとに作ったレベルの高いゴールからアティチュードが生まれ、さらに実際の行動であるハビットを作り上げます。そして大量の知識を獲得するために一番適しているのは読書です。読書をすると目から入った情報を処理する脳の部位である視覚野が働きます。この視覚野が捉えた情報は脳の他の部位も使って処理され、私たちの認識を構成します。よって視覚で捉えた情報は脳全体を動かすことにつながるんです。確かに人の話を聞くことによっても知識を得ることはできます。しかし大量の知識を習得しようとするときには限界が出てきます。読書は自分のタイミングで継続して行うことができるので、大量の知識の習得に向いているわけです。また読書は IQ も高めてくれます。 IQ は知能の高さを数値化するものです。この IQ こそ大量の知識とともにより良いゴールを作るのに必要なものです。読書には IQ を高める効果もあります。読書によって今まで知らなかった知識が習得できます。そしてすでに習得している知識とつながることで、それまで自分の認識の外にあった事柄についても思考することができるようになるんです。読むべき本の量は個人のゴールによっても異なります。著者は1ヶ月に100冊以上の本を読むことを勧めています。もちろんそこまで読める人は多くないでしょう。しかしそのくらいの知識の量を得て初めて、現状のさらに外に向かって抽象的な思考を進めていくことができるようになると言います。厳しい道のりですが、少しずつでも読書に取り組んでみましょう。では続いて2つ目のポイント、暗記に使える脳の習性。最後に1つ、得た知識をしっかり記憶するための方法を紹介します。
記憶は短期記憶と長期記憶の2つの種類に区別できます。短期記憶は一時的なもので、そのままだと数日で消えてしまう記憶です。一方の長期記憶は脳に定着して中長期的に持続するものです。短期記憶された情報は脳の中で海馬という場所に一時保管されます。その後、重要な情報だと判断されたものだけ睡眠中に長期記憶に変換されます。ここが重要です。脳にとって重要だと思われる情報だけが長期記憶になるのです。つまり、短期記憶を長期記憶化しようとするなら、その情報を脳に対して重要な情報だと判断させる必要があります。ではどうすれば脳は私たちが暗記したいと思っている情報を、これは重要だと思ってくれるのか。そのポイントが予測です。脳は失敗駆動型であるという性質があります。これはつまり、脳が、あ、これは失敗したと思った瞬間、その失敗に関連する情報をとても重要なものだと判断するということです。ですので、覚えたいことがあるならまず予測をし、そしてその予測を外して失敗するということがポイントになるんです。自分の予測が外れる、イコール記憶の定着に近づいているということなんです。この性質を生かせば、暗記することも苦痛ではなくなっていくでしょう。はい、ではこのあたりで最後に内容をまとめます。 1. 習慣とは何か。習慣にはハビットとアティチュードの2種類がある。行動の習慣から考え方の習慣を植え付ける。 2. いい習慣を身につける方法。習慣は未来で獲得すべきもの。アサンプションアップデート。 3. 脳を変えるいい習慣。大量の知識の習得には読書、暗記に使える脳の習性というポイントについて解説しました。今回紹介した本、いい習慣が脳を変える、健康、仕事、お金、IQ、すべて手に入るについて、まだまだ紹介できていない部分が多いです。今回の動画でもっと本当にいい習慣の身につけ方が知りたいと思った方は、ぜひ本書を手に取って読んでみてください。いつも通りリンクは下の概要欄に貼っています。というわけで、今回の知識が何か少しでもあなたの人生の役に立てれば幸いです。このようにこのチャンネルでは本の解説と人生の役に立つ知識の紹介をしています。最新の動画を見逃さないためにも、ぜひチャンネル登録をお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。